こんにちは、ムーチューブです。いつもご視聴ありがとうございます。先日ご紹介した島村のディズニープリンセスバッグ、そちらの動画にコメントをいただきました。レイアイさんからのコメントで、すぐに島村に行きましたが、元から全国展開ではない商品のようで見ることができませんでした。お取り寄せしたいのですが、各商品の番号が分からず、もしよかったら各商品の品番紹介していただけませんでしょうか、という内容でした。私はオンラインで販売がなかったので、てっきり店舗限定の販売なのかなと思って、どこの店舗にもあると思ってしまったんですよね。無知だったというのもありますし、気が利かないというか、なんというか、写真くらい撮ってくればよかったのに、こういうところがまだまだだなと反省をしました。店舗によって在庫状況が異なったり、入荷の個数の違いもあるかなとは思っていましたが、全国展開していないというのは全然認識しておりませんでした。島村のディズニーバッグには様々な種類がありますが、残念ながら店舗によって在庫状況が異なるため、見つけるのが難しい場合があります。ただ商品番号を知ることで、店舗に在庫があるかどうかを確認してもらえますし、取り寄せなんかもできるそうなので、商品番号って大事なんですよね。私の認識の甘さというか、宣伝の仕方とか全然でしたね。本当にごめんなさい。そしてコメントをくださったレイアイさん、ありがとうございます。今後はおすすめの商品があったら、できるだけ品番をチェックしてこようと思います。で、コメントを読んだ後に島村さんに行ってきたのですが、残念ながらもう1個しか残っておりませんでした。残っていたのはジャスミンで、商品番号は343-0419です。私が購入したシンデレラの商品番号は343-0402です。他のもので商品番号が分かったものは、オーロラ姫が343-0406、ラプンツェルが343-0444、ベルがちょっとはっきりしていないんですけど、おそらく343-0416、これしか分かりませんでした。島村の公式サイトや SNS アカウントも見てみたのですが、この商品の情報は載っていませんでした。すごくいい勉強になったし、今後の動画ももっと情報を発信していく上で大事なことだと思ったので、ありがたいコメントでした。レイアイさん、ありがとうございます。そしてさらに同じ動画に山田ゆきみさんからのコメントで、この動画を頼りにラプンツェルのバッグを予約できました、ありがとうございます、といただきました。やっぱりこの方も品番が知りたかったんだと思ったんです。きっといろいろご自身で調べたんだろうなぁと想像できました。お店の混雑状況とか、他の方の迷惑にならない限り、今後はできるだけの情報は拾ってこようかなと思いました。こうやって人って勉強して成長していくもんなんですよね。そして他の動画にもコメントもいただきましたので、少しご紹介いたします。バ・ブッチさんからのコメントで、父の日も買いました。なんかいろいろ見るの楽しみが増えました。こちらは動画ではなく、コミュニティの方にいただいたものですが、楽天市場の商品紹介を私はよくしているので、そこでお買い物をしてくださって、いろいろ見ていただけて私も嬉しいですし、
ぱブッチさんはよくコメントくださるので嬉しいです。いつもありがとうございます。そしてスギちゃんさんからのコメントで、初コメです。サクカのティーニー開封試着から拝見しております。最近は試着がなくて寂しいです。お忙しくて撮影時間がないのかなと思いますが、いつかまたお願いします。ということで、そう、私最近全然犬かぶっていなくて、トルソーにすら着せなくなっちゃって、イメージ湧きにくいですよね。グレールとかの福袋は点数も少ないから、30分くらいあれば動画撮れるのに横着してしまっていました。太ったおばさんだけど、試着したりトルソーに着せたりもしていこうと思います。スギちゃんさん、ありがとうございます。そしてディズニープリンセスのバッグに戻るのですが、ママポイドさんからのコメントで、島村はうちから遠いのでなかなか行けないのですが、こんな可愛いバッグとかあるなら探して行ってみたいと思いました。島村、遠い人もいますよね。私も近所に島村があるから行っていますけど、遠ければなかなか行きませんもの。でも遠くても買ってほしいバッグというか、本当に可愛いのでおすすめですって思っている割に情報量少なかったですよね。反省です。という感じで、今回はコメントによって自分の足りない部分がよくわかったなって動画でした。時々変なコメントも来たりするんですけど、コメントは本当に嬉しいですし、時々こうやってコメント紹介もさせていただこうかなと思っておりますので、素敵なコメントお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。